見回りの合間に少し休んだらどうだ。どこかでスノーキャンディーを手に入れられないかな。ねえ、請求列車に「釜橋音」って植えてあったりする？釜橋音は、やっぱり何でもない。君が何も知らないってことはその顔を見ればわかるよ。教えてあげる。釜橋音は人類の鼻では嗅ぎ取れない特別な匂いを放ってるの。でもカブはその匂いにすごく敏感で、ほら専門家によれば、特定の生物にとってこの植物の発する匂いは鍋で煮詰めた蜂蜜みたいで、小動物は我慢できずにかじりつこうとするんだって。でもカマハシオンの葉っぱには強力な神経毒が含まれていて、もし動物が匂いにつられてその葉っぱをかじったりしたら、はあ、本当に最悪な植物だよ。カブ、何でもかんでも口に入れたらダメだからね。本当に車両でカマハシオンを育ててる人がいるんだ。怖いもの知らずだな。見てるからね、カブ。何でもかんでも口に入れたらダメだよ。この黒い飲み物がこんなに美味しい上に眠気覚ましの効果まであるとは思いませんでした。徹夜で仕事をするときにこの一杯があればどれほどいいでしょう。実は見た目だけでは飲めないものだと思っていました。世界には本当に珍しいものがあるのですね。はい、そうです。私は美味しいと思っていますが、姫子さんが言うには列車の皆さんはあまりお好きじゃないそうですね。だからでしょうか、
姫子さんは私が気に入ったのを見てコーヒー豆をたくさん分けてくれました。それからコーヒーメーカーもくださったんです。なんだか申し訳ないぐらいで、今度列車に来るときは必ずお礼としてベロブルグのお土産を持ってこなくては。どうしたの？おかえり。全てが昨日のことのように映る。もうスタッフ向けに割引済みなので。用があるなら手短に言って。次のスケジュールは、私に何か用？中央の制裁、後方は常にあり。10110なるもの。来た理由は言われなくても分かってるわ。全てが昨日のことのように映る。
あの書類持っていかれてしまったんですね。孫悟が旅をするあなたたちを守りますように。博物館にお越しいただきありがとうございます。気分が良さそうね。
。